How are you? I'm fine, thank you. And you? っていう言い方ありますよね。小学校で、中学校か、ずっとそうやって勉強してきたと思うんですけども、学校の先生が、Hello class, how are you? って言うと、みんなは I'm fine, thank you, and you? っていう言い方しますよね。そうやって習ってきた気がするんですけども、僕も、ほとんど皆さんもそうだと思うんですけども、それだけでいいのかなと。例えば、How are you? I'm fine. っていうのを合言葉で勉強してしまっている人は、I'm fine っていう言葉しか覚えてないんですよね。まあ、授業とかで I'm sick とかやりますけども。でも、ほとんど、ちょっと、こういう外でやったことないから緊張します。見られたら恥ずかしい。How are you? って言われて I'm fine だけじゃなくって I'm good I'm okay、ね、っていう風に言い方もできますよね。元気な場合は疲れてる時は I'm tired、I'm exhausted、 もう本当に疲れてる時は I'm exhausted、 まあ普通の時は I'm okay I'm alright っていう時にですね、風に使いますよね。 Hello だけだと寂しいから Hi, how are you? って言ってもいいですし、昔フレンズっていうテレビシリーズがアメリカで入ったんですけども、その中でジョイっていう、人がいて、その人は必ず How you doing? How you doing? っていう風に、最近どうよ、調子どうっていう感じでちょっと面白く言うんですけども、そういうね、How are you doing? でも伝えることができます。本当にいろいろ言い方があります。だから挨拶からやっぱ始まるのがやっぱ会話じゃないですか。だからやっぱりそこ元気に行きたいですよね。 I'm fine じゃなくってI'm okay. You? っていう感じでね。How about you? でもいいんだけども。How you doing? How you doing? ね。How are you? っていう風に聞く。You を強調すると、もっと、じゃあ、あなたどうですか? You を強調して言うと、あなたどうですか? っていう風に聞くことができます。あとよく、挨拶として How are you? の他に What's up? ね、What's up? っていう、表現もあります。 What's up? っていうのは実は2つ意味があって、1つはどうしたの?っていう表現と、もう1個は元気?っていう意味があります。どっちも使えるんですけども、 What's up? っていう時に答え方としては How are you? じゃないから I'm doing okay とは言うには言わないんですね。最初の一言目としては What's up? っていう時は Nothing muchとか Not much、 特にこれといってないよというね、何が起きてるのっていう What's happening とか What are you up to、 今何してるのっていう感覚で使うのがこの What's up なので、別に、I'm fine とか I'm okay っていうふうには言わないですよね。言わないんです。むしろ自分がやってることを言います。今自分が何やってるか、例えば What's up man って言われた時にNot much. I'm reading a book right now. とか。じゃあ、おさらいしましょう。元気ですかは、How are you? でもいいし、How are you doing? でもいいです。元気だよって時は、I'm fine. でもいいし、もちろんね。I'm good. I'm okay. I'm perfect. な、違うな。I'm alright. でもいいです。全然、何でも使えます。疲れてる時は、I'm tired. 疲れてない時は、I'm okay. すげえ疲れてる時は、I'm exhausted.I'm exhausted っていう風に使います、ね、元気 What's up っていう風に使う時があります。 What's up っていうのは、まあ、よくまあ結構映画見てると Sup とか What up とか言いますけども、 What's up What's happening っていう感覚で使えばいいですね。だから聞かれた方は Nothing much って言います。 Nothing much でもいいし Not much I'm just reading a book、ね、Nothing much Not much プラス自分がやってることって言うと、そこで会話がつながります。だから挨拶って大事だから、最初のステップじゃないですか。だからその挨拶をしっかりとやれば会話も進むのかなと思います。今日は挨拶のフレーズでした。もう暑いので帰ります。ではさよなら。 See you later. Bye bye. Oh, before I forget, このチャンネルを気に入ってくれた人はいいねボタンを押してください。そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 But it's up to you. It's up to you. Now I'm gonna get in my car. I'm gonna drive my car back homeBack home.
はい。Out. See ya. Bye bye.